受胎告知は、イタリア、ルネサンス期のベネツィア派の巨匠ティツェーノベチェッリオが1559年から1564年にかけて制作した絵画である。油彩。裁判年を代表する、最も自由かつ大胆な筆遣いで描かれた作品の一つで、変容及び、卓形と共に、アンコーラのコルノービデラ・ベッキア家によって発注された。これら作品のうち、受胎告知と、 変容は、現在も、ベネツィアのサンサルバドール教会の礼拝堂に所蔵されており、卓形はアンコーナのサンドミニコ教会に所蔵されている。コルノービデッラ・ベッキア家は、ベネツィアからアンコーナに移り住んだ裕福な商人の一族である。ピツィチアーノは、コルノービデッラ・ベッキア家の発注で、1558年にアンコーナのサンドミニコ教会のために、卓形を制作している。 本作品は、卓系に続いて1559年5月に、アントニオ・コルノー・ビデッラ・ベッキアが遺言書を作成した際に発注され、ジョルジョ・バザーリがベネツィアを訪れた1566年までに完成していたと考えられている。完成した絵画は、ヤーコポ・サンソビーノが設計したと思われる南通路の3番目の祭壇に設置された、サンサルバドール教会。 キチアーノは時体告知の場面を縦長の画面を上下に分割して描いている。画面の下には聖母マリアと大天使ガブリエルが描かれベールを持ち上げた聖母マリアは天使の出現にやや衝撃を受けている。聖母が聖、告げを受ける時の典型的なポーズとして胸の前で両腕を交差させるものがあるが、ここでは逆にガブリエルの方がそのポーズをしている。というのも、 キツィアーノンが描いているのは聖継の直後であり、ガブリエルは聖母に伝えた自身の言葉の意味と樹肉の神秘に対して異形の念に打たれている。その代わりに、ガブリエルは白い百合の花を手にしていない。また大天使の翼は柔らかい羽毛というよりも黒い金属のようである。画面右下には無限在の親鳥をほのめかす、ラテン語碑文、モエルが焼き尽くすことのない日があり。 背景には預言者モーセが見たと言われる、うばを焼き尽くすことなく燃える炎が描写されている。画面上段上段では、天使の群れが聖母マリアを祝福し、空の開口部から降り注ぐ天の光と共に一羽の鳩が現れている。ティツヤーノは晩年特有の大胆な筆使いと彼の色彩を使って天使の姿を描き出している。これは、 天の光の取り扱いで最も明白であり、顔料を構成する成分は、キチアーノの病法によって溶け合い、光の柱となって爆発し、渋体によって始まる新しい時代の夜明けを、雷鳴のごとく告げている。キチアーノの晩年の作品は長い間理解されず、その評価は定まっていなかった。晩年の即帰的で大雑把な筆使いは、芸術家としての力量あるいは、 視力の低下に原因があるとみなされた。古い逸話によると、サンサルバドール教会の修道像に分業による、制作を疑われたティツヤーノは絵画に二度署名したと伝えられている。ジョルジョバザーリは、受体告知と変容について、ティツヤーノ自身によってそれほど高く評価されておらず、実際、彼の他の絵画の完成度には及ばないと主張している。晩年の作品群が、 キツヤーノの画業の到達点として受け入れられるようになったのは印象派校のことであり、現代においてさえ美術史家、チャールズ・ホープは受胎告知が嫌われる濁った色彩、物質的な様式、聖母の気取ったポーズ、あるいはガブリエルのひどく描かれた姿と不適切な身振りを用いて描かれたと考えている。ホープの観察はバザーリの批判の延長である。 対して、ダニエラ・ボーでは、濁った色彩と人物の身体性が、受体告知の構成を非常に良いものにしていると説明している。ボーでは、キツヤーノの絵画は、究極的には、受肉のテーマの中核である、無形の物質から物質への変容を扱っていると述べている。図像それ自体が、聖母の神の受肉の主要なテーマを説明しており、このテーマは大量に注ぐ。 光の奥の鳩とともに考えることから来ている。他のベネツィア派の受胎告知のバージョンとは異なり、キツヤーノは絵画を受胎告知の日に建国されたベネツィアの都市の神話に接続していない。ボーデが述べているように、キツヤーノは赤と白のタイル張りの床と柱の列を介して受胎告知の空間とサンサルバドール境界の内部を繋いでいるにすぎません。 これらの機能は主に絵画と実空間を統合するのに役立ちますが、それほどベネツィア的ではありません。1648年にカルロリドルフィは受胎告知がドイツ出身の平凡な画家フィリップエーセンレンによって下手な修復を受けたと述べている。その後も修復は続けられ、ザネッティの証言によると1733年に、 1821年から1823年には、新古典主義の画からタンツェオ・ケレナによって修復された。1896年には、表面から重視ソクの油が除去され、さらに1988年から1989年の修復により、古い塗り直しと変色したニスが除去された。受体告知の異なるバージョンとしては、主にトレビーゾ大聖堂を。 ベネツィアの三六個大同心都会、ナポリのカポティモンテ美術館に所蔵されているものが知られている。ティツィアーノの受体告知は本作品の他に以下のような作例がある。ありがとうございます。